はい、皆さんおはようございます。小原歌舞伎保存会の会長をやっております永江と申します。小原歌舞伎はですね、四季桜、和紙のふるさと、それから小原歌舞伎と、この小原地区におけます三大の、観光スポットになっております。小原歌舞伎はですね、5月の最終日曜日、それから10月の、最終、3週目の日曜日に、上演をしております。私たち会員が22、23名いますが、最近はですね、小学校、中学校の子どもたちが一生懸命演じていただいております。今日も子どもたちが、出演しますので、盛大な拍手と、できましたらおひねりがある方はおひねりをよろしくお願いしたいなと思います。今日上演させていただくのは、先ほど紹介ありましたように、皆さんもよくご存知だと思いますが、白波五人男、稲瀬川勢ぞろいのバッジのを上演させていただきます。それでは、スタートさせていただきます。お願いします。先の沖を乗り回そう。丘と地合て波の上、人目にかかる。気づけなし。しかし、仏陀の川端まで、おっきる縄手が遠州なだ。油断のならぬ山風に、おっ手が多い手の早手にやえば。誤解にあらぬ人越しの、その火事塚の折れるまで。出見え見せて切り切らし、かなわぬときゃ命ずむ。怒りを切って五人とも、お綱の縄に、かかろうかい。
このところへ来るを待ち伏せなさるか。迷子を探す手にして、行く組となく手分けをなす、網を張って待っていたのだ。各露見の上からは卑怯未練に逃げはせぬ。一人一人に名を名乗り、縄にかかって刑罰受けん。われて名乗るもおこがましいが、我は遠州浜松勢。十四の時から親に離れ、身のなりも知らなみの。時を超えたる世働き、盗みはすれど非道はせず、人に情けを掛け川から金屋にかけて祝熟で、貴族と噂高札に回る兵夫の誰ごし。しねえ好みの狂言も、もはや四十に人間の定めはわずか50年。64州に隠れの根、賊との朝本、日本、大門。普段着慣れし振り袖から、曲げもしまらに浮いが浜、打ち込む波にしっぽりと、女に分けてつつもたせ、油断のならねえ小娘も、小袋坂に身の破れ、悪い浮き名も辰の口、土の牢へも二度、三度、だんだん小ゆる取り数、八幡様の氏子にて、鎌倉無宿と肩書きも、島に育ってそのなせ、弁天小僧。ぎくむつけ。続いて後に比企氏は、月の武蔵の江戸育ち。ガキの時から手癖が悪く、抜け目入りからぐれ出して、旅を稼ぎに西国を回って、守備も吉野山、まぶな仕事も大峰に、足を止めたる奈良の京、御内と言って寺寺や豪家に入り込み盗んだる、金が見た家の罪と川、重なる悪事の20、30、重なる悪事に高飛びなし、あと隠せし方眼のおなめがたりの忠信いへい。
ば残し声よ。おなりが腹に身の下りよ。取り直したても脱ぎかねる。盗み心の深み取り。柳の宮小八七五。鼻水橋の切り取りから今牛若と名も高く忍ぶ姿の人の目に月影がやつみこしがたけ今日ぞ命の明け方に消える間近き星月よその名も赤星十三郎。さてどんじりに兵士は潮風やらき小ゆるぎのそのれの松の曲がりなり人となったる浜育ち仁義の道も白川の夜船に乗り込む船盗と波にきらめく稲妻の白果て脅す人殺ししょってたたれぬ罪とがはこの身に重き虎返し悪事千里というからはどうで使命は木の空と覚悟は兼ねて死に立つそう。しかしありゃ身に知らぬ念仏儀礼な何だできまーる。五人男に片取りて暗に総意の顔ぶれはたがしら並みの五人連れその名もとどろく雷槌の鳴り響いたる我々は千人余りのその中で極印打ったる頭部不定顔でが盗っ人の腹は大きな肝玉あらば手柄に絡めてみありがとうございました。